7月27日でもう7月も終わりですけどね、もう明日明後日大阪行きますんで、ぜひ、聞きに来てくれたらなと思いますけど、あのエリターネというねユニットで一緒にずっとやってた神谷エリちゃんがもうこう YouTube のなんかこうラジオ的なのをやってて、それで一昨日かな、あのエリターネの曲をかけて僕のことも喋ってくれてるんでね、ありがたいですね。あの下に URL 貼っときますんで、知らなかった人はぜひ聞いてくださいね。はい、またやろうって言ってくれてるんで、もう僕はいつでも OK なんですけどね。はい、もう僕はもうしもべですから、あのいや本当僕はあの神谷絵里さんと一緒にユニットやるようになって本当にあの見えたね部分が多くて、あとユニットっていうか男女なんでね、デュエットでハモリとかをすっごい勉強させてもらって、もう僕全然音感ない方なんでね、ストリートファイター系のミュージシャンなんでね僕らね、あのアカデミックの音楽全然やってないし、あのかっこええモテたいって音楽やってたタイプなんで、すごいあのいろいろあの音楽に開眼させてもらったなと思ってる恩人の一人なんですけども、まああのまたねやれる機会があればぜひ聞きに来てくださいね。あのそういう話をあの延々としてエリちゃん褒めで終わろうかなと思ったんですけど、ショックなことがありましたね僕ね。でもこれあんまりショックなことを詳しく話すと重くなるんで、カッと軽く言っても音楽聴いて終わろうかなと思うんですけど、昨日ねあの MRI 撮って膝のやつを見に行ったら、もうざっくりあの端折って確信だけ言うと、あのまあ今痛いんですよ、であんまり走れないんで、あのまあ前も言ったけど、まあ半月板がおそらく切れてるんちゃうかと、まあ筋がね。でも治すには手術と。で半月板だけじゃなくて、昨日あのレントゲンも撮ってね、その足の骨の状況を見たら、まあ僕も分かってたんですよ、僕O脚なんですよね。はい、でそれが原因だと、ということは O脚の手術もして、なおかつ、半月板の手術もすると、そうすると一応まあ良くはなるだろうと。もういやちゃうでもしかもその O脚の手術で骨削んねんって、もう壊ない、骨パーってあのちょっと言うたら骨の形変えんねんて、それで無理やり O 脚を X 脚にすんねんて、もう OX やで、 OX や、もう丸ペケや丸ペケ、びっくぜん。でしかもや手術で、まああのまあ、短くて3週間ぐらいの入院やって、わし有給もないしやなあの誰も守ってくれへんしやな、ものすごい暗ならへんマジでクラウドファンディングしたのかなクラファン、僕の手術のためにもうだから去年の脊柱管狭窄症からもう体にガタが出てるなと思ってね、55歳、もう昨日ほんまにへこんだ、もうほんまにへこんだ。まあでもあのお医者さんの友達いっぱいいるんで、ちょっとセカンドオピニオン的に意見を聞いてから決めようかなと思っておりますんで、あの明後日ぜひライブ来て、あの大丈夫って言ってください、大丈夫って、マサオって言ってくださいよろしくお願いします。はい、明後日、しあさって、あさってが、大阪で僕の歌のライブで、しあさって30日が、全体で全然ライブ来てやりますんで、はい、あのライブ決まって一回も喋ってないですけどね、多分本番の楽屋まで会わないと思うんですけど、まあ、そんなライブも楽しみに来ていただけたらなと思います。で今日かける歌は、エリちゃんはね僕エリターネのライブの歌をかけてくれたんですけども、あの僕はこれ僕の歌なんですけど、エリターネのライブでは必ずエリちゃんと歌ってて、エリちゃんとこれ撮り直したいよね、あの男と女が喧嘩するね、もう今3つ4つこの歌ってこう昔のもんになってきてるんで、ネタ満載なんですけど、はい、聞いてください。僕はタバコを巻かれるんだろうかな。
つだって何からだってこの私のことをあなたは気にかけて思ってくれりゃいいんじゃない。だから私の口紅のついた買いに行くよ。